坂本龍馬暗殺の真相リーディングで検証。日本の歴史が近代化へと大きく動いた明治維新、倒幕維新を成し遂げた三傑として名前が挙がるのは西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允の3人です。しかしこの3人を差し置いて、日本人に抜群の人気を誇る幕末の英雄と言われる人がいます。坂本龍馬です。龍馬の主な功績として、薩長同盟の成立に尽力した、大政奉還を先導し維新政府の基本方針となる戦中八策を進言したという2点が挙げられますが、実はどちらも近年の歴史研究においては龍馬が主体的に果たした役割は低かったという評価になりつつあります。高校の歴史教科書でも歴史上の役割や意味が大きくない用語として坂本龍馬の名前も削減候補になったことがあるそうです。龍馬は1836年土佐藩の商家出身の下級武士の次男として生まれました。下級武士ではありましたが、坂本家は質屋や呉服商を営む豪商として裕福な家庭だったと言われています。実際龍馬は何度も私費で江戸留学に出向き、そんな中久坂玄瑞や高杉晋作ら多くの志士と交流、1862年勝海舟の私塾に入り、最先端の世界情勢や開国論を学んでいきます。やがて勝の仲介で薩摩藩の庇護を受けることになった龍馬は、1865年薩摩藩出資のもと亀山社中という組織を結成します。当時薩摩と長州はそれぞれ軍備を増強していましたが、尊王攘夷派の急先鋒だった長州は諸外国との交易を幕府に禁じられていたため、近代武器の入手が困難でした。また8月18日の政変で会津藩と薩摩藩により京都を追われた長州は、この段階では薩摩藩と激しく敵対している状態でした。そこで龍馬たち亀山社中が薩摩から近代武器を買い、それを長州に売り、長州からは兵糧米を買い薩摩に売るといった仲介を行っていました。これが後に土佐藩公認の活動となり、海援隊という組織になります。そして1866年薩長同盟が締結、時代は大きく動き、1867年10月最後の将軍徳川慶喜より明治天皇へ大政奉還がなされます。同年11月15日京都大宮2階にて坂本龍馬と盟友中岡慎太郎は十津川郷士と名乗る男たちの訪問を受けるも、滅多刺しに遭い、ほとんど即死に近い状態で殺害されます。当時は新選組の犯行が強く疑われましたが、犯人は特定できず、その後1870年函館戦争で降伏した元京都見回り組の今井信夫が龍馬暗殺を自白、やがて明治政府から恩赦を受けました。これにて龍馬暗殺の真相は解明となるはずが、現代に至るまで坂本龍馬暗殺の実行犯や黒幕についてさまざまな遺説が飛び交い、その謎が龍馬の人気をますます高めているとも言えるでしょう。龍馬暗殺の実行犯は京都見回り組だったのか、黒幕は誰だったのか、リーディングで検証しました。以下はリーディングという手法を用いた一つの説としてご賞味ください。
まず黒幕について、見えたビジョンから幕府側の人間ではなく明治政府側の人間と判断しました。中でも木戸孝允および長州藩をリーディングするとたくさんの黒い幕が降りるビジョンが見えたため、長州藩が黒幕と解釈しました。実行犯については今井信夫をリーディングした結果、京都見回り組ではないと判断しました。京都見回り組は当時の明治政府と取引し、実行犯という役割を引き受けただけのようです。明治政府としては事件の真相を表に出さないようにするため、偽りの実行犯の自白で幕引きを図りたかったようです。暗殺の動機については亀山社中および海援隊を通しての龍馬の商業活動、特に薩摩と長州を仲介した武器売買での儲け方に対し、長州藩には許せないと感じることがあったようです。また新政府での経済活動を見越すと、薩長のお金の流れを知り仲介してきた龍馬やその盟友の中岡をこのままにしておくのは危険とも判断したようです。最後にこのタイミングで龍馬を歴史から退場させたことについて、歴史の神様の意図は何だったのかリーディングしました。お金を意味するダイヤのビジョンが見え、その向こうで黒いお釜を持ち、その中に資材を入れている龍馬の姿が見えます。黒いお釜は経済活動のやり方の古さ、スケールの小ささを表し、これでは諸外国と渡り合わねばならない激動の時代に通用しないだろうと感じます。龍馬は外国勢力から援助を受けていたのではないかという説もありますが、リーディングでは外国の影は感じられませんでした。大政奉還が終わった時点で龍馬の役割は終了し、新政府の金融財政については当時龍馬との交流もあった福井藩の頼君政、諸外国との貿易や経済活動については岩崎弥太郎など別の人物が司っていくことになりました。とはいえ戦後日本人が精神的に苦しかった時代、坂本龍馬が登場する数々の小説や漫画でどれだけ多くの青少年たちが勇気づけられたことでしょう。そんなフィクションを成立させたのも龍馬と中岡の存在があってこそです。一方、歴史の点と点を結び都合の悪いところを隠したり何かを付け加えたりすることで実像とは異なる印象を相手に抱かせることはとても簡単なことなんだと現代を生きる私たちは気づいておくべきとも感じました。